こんばんは、モーニング娘。中田彩子です。はい、こんばんは、平家美茶です。あ、よかった、はい、めっちゃね、はい、7月もう中旬入りましたね。夏ですよ、もう夏でしょ。夏ですよ。あなたこの間長袖着てたから冬か夏か分からへんかったって。そうそうそう、この間電車乗ってて長袖ちょっと寒かったんで着てたんですけれども、そしたらね、あれこれからあれ夏やったっけ冬やったっけと思って、疲れてんのか、おかしいんだよね。曜日とか月とか季節がね分かってない。あ、それはね、うん、ありえますよね、うん、そういうおかしな平家さんもなんかね、はい、いい話じゃないんですか。いい話ですか、うん、いい話ですか。そうですね、もうちょっとしたらね、いい話といえば思い出した、ごめんなさいね、先に言うという話なんですかそういえば今日13日ですよ、うん、明日モーニング娘。シングル発売いたします、うん、今ここおめでとうって出るからね、おめでとうって出るからね、祝6枚目、そうそうそう、ふるさとふるさと出てるからね、そう、選手私言い忘れてたからね、まあ、そういうわけなんですけども、はい、今日は今週はね、はい、先週言っていた通り、はい、カントリー娘の皆さんに、はい、遊びに来てもらうというわけです。そう、初対面ですね、はい、目怖いですよ、大丈夫か、いやだからあなただからそういうことそういうことを言うから、そうですね、いつも私がもうなんていうの、う指さされてなんかいじめ、新人いびりとかそうよ私もうオンエア見るために痛いんやから心がそう、みんな結構喜んでるよということで今日はね、いろいろ楽しんで親睦会ということでやっていきたいと思います。カントリー娘のみんなをどんどん知っていこうというですね、はい、あんたこそ目怖いねこの番組はエルセーヌメディアファクトリーとご覧のスポンサーの提供でお送りします。早速、はい、呼んでみたいと思います、カントリー娘の皆さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですが自己紹介からよろしくお願いします。特定指定栽培を栽培している、はい、ひろみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。牧場で動物飼育調教をやっているリーネです。よろしくお願いします。酪農担当でチーズ作りと牛の乳搾りやっています、アーサです。よろしくお願いします。はい、はい、ようやくお会いしました。すいません、長くお待たせいたしましたが、はい、カントリー娘さん、今どういう状況ですか。まあ、とりあえず朝5時に起床して、はい、それからまあ3キロぐらい走ってから、はい、それぞれの担当の仕事に向かってます、はい、それをやりながらデビューに向けてのお仕事もやっているということですか。はい、そうです。なんか辛いこととかないですか。あ、ズッキーニをかぼちゃと間違えたことですね。あ、かぼちゃをズッキーニと間違えちゃった。ズッキーニってズッキーニってかぼちゃかのキュウリみたいなやつなんですけど、はいはいはい、わかります。イタリア料理とかでよく出てくるんですよ。ピクルス。違います。それはそれキュウリですよね。分からん、何でしたっけ。作物を間違えちゃったんですよ。馬ってすごく乗馬乗ってるんですけど、こっちがためになると馬走ってくれなかったりするんですよ。だからこっちの精神面をしっかりしないとそのまま現れるんで。私でも裸馬乗ったあの経験があって、かっこよくないかっこよくない、めっちゃお尻痛かったんで何裸馬って。だから鞍がない馬、すっぱらかの馬や。だ、馬は裸でしょ。いや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 、普通クラをつけるじゃないですか。帽子もかぶってクラつけて、ほらほら、パッカ。それは競馬でしょ。乗馬乗馬はそういうのつけるんです。だってそんな戦国時代じゃないんやから、こんな裸までつけて やらないでしょ、普通。まあええわ。特に辛いことってないんですけど、やっぱり最初はうち牛の乳搾りとか、なんでこんなことやんなきゃいけないんだよとか思って。そう、それ待ってた。
でも足とか踏まれたりとかして結構すごい痛いんですよ。でも結構今はすごい可愛いなって思ってますね。だいたい何ですか、お仕事ね、はい、年齢も分かりましたし、だいたいのことは分かったんじゃん。ええ、うん、なんですけども、うん、なんて言いますか、私たち今回初対面ということで、はい、まあ、一応ご挨拶させていただいたのですけども、はい、ですけども、なんていうか知らって感じ。あ、中澤さん手持ち無沙汰。こうなんかこう、なんかいやあ、土産？もしかして土産？土産がない。ないわ。あら、ないよ。ご立腹。中澤さん、その通りです。わかりますかね。要するにお土産がなくって私怒ってるんですわ。要するにそういうことなんですよ。お土産がないことになぜかこだわる中澤、カントリー娘の身に何かが起こる。この続きは番組の後半で。じゃあそっちから、そっちから、はい、はい、やっぱり花畑牧場といえば花です。あ、そういう意味があって、はい、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。いいっすね、これ、ステーキ、これ MC 引退とかじゃないよね。違うね、交代、うん、次から、そうそう、なんか言うてね。次からカントリー、まあいいや。はい、ありがとうございました。はい、次は何を、はい、これはこのヘッキューさんが大好きだっていうんで、ありがとうございます、はい、いただきます。この中澤さん、はい、好きだっていうんで開けてみてください。私が好きだっていう、見ましょうか、はい、じゃあそれで、チャカチャンチャンチャカチャンチャンチャカチャン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 、あ、ほんまにマジで嬉しい。マジで、あ、プーさん、これは何ですかね、プーさんのエプロンです。いいじゃん、いやー、料理しよう。私がこれろうそく、これ私もしもらって帰っていいんですか。やった、いい後輩ですな。そうやってね、ちゃんとね、あの好きなものとかも調べてもらえてるっていうのがすごい嬉しいですね、うん、最後に、最後、はい、なんかどでかいです、ね、なんか下に置きましょうか、下に置きます、はい、この辺にどどんと、はい、はい、なんか北海道です、北海道です、はい、北海道を買ってきました、買ってきました、北海道を買ってきました、はい、おい、うわひっくり返るの、タラバです。すっごーい、これは旨味がお腹から出ちゃうんですよ、カニって。だから販売するときはこういう形、いい形でいいんですけど、旨味出さない方が喜ぶかなと思ったので逆にしてきました。私たちの大好きなカニを食べてください。中澤がこだわっていた3人からのお土産、実はお土産を選ぶ行為には深層心理が深く関係していて、持ってきたお土産で彼女たちの性格が分かる心理テストだったのです。性格判断ということで、は、性格を、いや、タラバで判断されちゃうんです。そうです、お花でタラバで、そうです、タラバです、はい、で、その性格判断するのは、まあ、当然私たちではなく、うん、はい、そういう専門分野でご活躍されている先生をお呼びしております。心理学者富田隆教授、富田教授の鋭い心理分析でカントリー娘の性格を丸裸にする。これで性格というものをこういうことで分かるんでしょうか。ある程度出ますね。へえ。例えばですよ、はい、そこお花、はい、あります。お花選んだどうだったですか。はい、私、はい、お花、はい、お花というのはですね、これはあの奉仕の精神なんですよ。長くて1週間かな、それぐらいの間目を楽しませてあげるためにこう積んでくるっていうのはもともとじゃないですか、うん、その相手に対して、私は、あなたのためだったら、あなたも何でも積んできますよという、そういう意思表示をする。うん、ですから非常にね、2ポイントぐらい上がったよ。ガッと引きつけられるのはこのカニでございます。カニ、誰がどう見ても引きつけられるんですよね、これはどなたですか。カニは私です。あ、カニを、はい、はい、この食べ物というのは、はい、あの原則自分が好きなんですね。相手の方もそれは好きで喜んでもらうためなんだけども、はい、自分も好きでないと買いません。
好きです。好きですよね、はい、ああよくば一緒に食べようと思ってません？まず半分ぐらいもらおうかな、なんでしょう、ね、快楽主義者なんですよ。それでね、その楽しいことはみんなで分け合わなきゃと思う 人なんですよ、だからいいだ、うん、あの楽しいこと分け合いましょう。最後にあのちなみにとても私たちのこれプーさん好きなものを選んできてくださったんですけども、はい、あプーさんも好きなんですか、はい、でこういう長くそのそばに置いといて楽しめるものを送る人っていうのはこのなんて言いますかね、情が深いと言いますかね、あの、例えばアクセサリーなんかがそうなんですけれども、あのいつもあなたのそばにいたいというような人なんですよ。長いお付き合いをしましょう。長いお付き合いをずっとしましょう。よろしくお願いします。なんか、なるほどね、なんかあったら呼んでちょうだいねみたいなとこあるかもしれません。不思議ですよね、でもそういう送ったもので性格が出てくるっていうのは、うん、でも当たってますね、快楽主義者、まあタラバですけど、でも当たってますね。あそこの大好き後に結構、割と一途しつこい認めた、うん、何でもします。はい、しますね。あ、はい、私はあなたのためならば、ね、身も心も捧げる。そうですよ、みんなそういう意味では積極的ですよね。そうですよね、というわけで、今後のカントリー娘さんの活動なり、はい、目標なり、はい、潰されても大丈夫になりたいですねそれぐらいそれぐらいちょっと資格者の自分の腕に力をつけていきたいと思います。根性をつけて、根性をつけて、もっと強くなりたいなと。前へ前へ、うん、その精神は大事ですね。頑張ります、はい、リンネは馬で国体に出れるぐらい。おお、それまた大きな目標ですね。ちょっとかなりごついんですけど、もっとごつくさに磨きをかけていきたいなと。これから手に職を持ったアイドルとしてやっていけるように頑張りたいと思います。はい、わかりました。なかなかすごいですね、はい、もうデビューも目前に控えてらっしゃるカントリー娘さんですから、勢いというかパワーはすごい感じますんで、負けないように私たちも、はい、そうです。じゃあお互いに良きライバル、良きファミリーとして頑張っていきましょう、はい、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは今夜はこの辺でバイバイ。はい、先生お手振ってください。中澤平家とのご対面もあり、デビューに向けて順調かと思われたカントリー娘が、次週7月23日のデビュー曲発表を目前に控えた彼女たちにとんでもない新事実が発表されるのです。デビュー直前、カントリー娘に一体何が起きる？We'll be right back.